前2世紀頃の西部スラブ人文化であるプシェボルスク文化と東部スラブ人文化であるザルビンチ文化の大まかな位置関係。紫はローマ帝国。プシェボルスク文化は紀元前2世紀から4世紀にかけてポーランドの南部と中部及びウクライナの西部に広がって存在していた鉄器時代文化。バンダル族の文化と推定される。プシェボルスクはポーランド東南部。 ポトカルパチェ県の町で、この町で典型的な遺跡が最初に発見されたことにちなむ。さらに、東方のザルビンチ文化やチェルニャコボ文化との類似性から、この三者は、鉄器時代のスラブ人の各地方の文化と考えられる。前期ポメラニア文化の時代。オリーブ色がポメラニア文化。西隣の演示色は、ゲルマン系のヤストルフ文化三世紀初頭の中央、ヨーロッパから、 東ヨーロッパ。オレンジ色は後期プシボルスク文化の大まかな広がり。紫はザルビンチ文化の大まかな広がり。緑はチェルニャコボ文化の大まかな広がり。水色はこれらの文化が重なった地域。キエフ文化はゴート族のビエルバルク文化がチェルニャコボ文化と接触、融合して成立した文化。ザルビンチ文化に比べて、 プシェボルスク文化とその北隣のゲルマン系と推定されるオクシビエ文化はこの前の時代にこれらの地域に広がっていた前期鉄器時代のポメラニア文化の特徴を色濃く引き継いでいる。ポメラニア文化はイルリア人と推定される青銅器時代、初期鉄器時代文化のラウジッツ文化に東方のスラブ人の前期鉄器時代文化である濃厚、スキタイのチェルノレス文化が拡大しこれに加わって 成立したものである。後には、北部一帯を中心に、西方のゲルマン人の初期、前期鉄器時代文化である、ヤストルフ文化の影響を受けるようになった。なお、ヤストルフ文化は、ゲルマン語派発生の決定的な文化と考えられ、エルベガー流域を中心として、西は、ベーザー川東岸下流、東は、オドラ川、川口域にまで広がっている。後には、 プシェボルスク文化自体が南部で精神し、ヤストルフ文化の地域に食い込んで、ヤストルフ文化に対して影響を及ぼしている。プシェボルスク文化は、黄緑色の範囲から、東南方角の緑色の範囲にまで勢力を拡大した。ピンクは、ゴート族の最初の文化と推定される、オクシビエ文化。赤は、ゴート族がバンダル族の地域に進出したため影響を受けて、 奥ビエ文化から発展したと推定される、ゴート族文化のビエルバルク文化。黄色は、ヤトビンガ人と思われる西バルト語群系の石塚文化。南方の紫は古代ローマ帝国。ビスワ川を遡上すると、ワルシャワの北の一地点で、本流、ナレフ川、ブク川に分かれる。ゴート族のビエルバルク文化は、ブク川やナレフ川の水系を支配して南下。 ドニエプル川中流域の支流であるプリピャチ川の水系に到達するとそれを下って現在のキエフ方面へと向かった。一方、本記事のプシェボルスク文化の担い手は本流とルブリン県で合流するビストラカワイセイの水系を支配して南下し、国海へ注ぐ南ブク川の水系へと向かった。両者はこのようにウクライナへ向かって互いに競うように南下している。 ポメラニア文化のうち、ヤストルフ文化の影響を強く受けた地域では、後の前2世紀になると、オクシビエ文化に発展した。これは、ゲルマン系のゲルマン人である、コート族の部族文化の成立であると推定される。残りの地域が作った比較的肥沃な平原と湿地が混在する大森林地帯は、同じ時期より、 バルト海沿岸一帯とは明らかに内容が異なるプシェボルスク文化として発展。これはスラブ系のゲルマン人であるバンダル族と推定される。一世紀になるとオクシビエ文化の担い手はビスワ川の東岸一帯で南下を開始、プシェボルスク文化の担い手のうちこの地方に住む人々の文化と融合することで即座に変貌し、ビエルバルク文化に発展した。 プシェボルスク文化の担い手も、ビスワ川の西岸一帯で、東岸のビエルバルク文化の担い手と、同時期に南化し、上流部では、ビスワ川を越えて、東岸一帯に大きく進出していく。このように、プシェボルスク文化とビエルバルク文化の両者はまるで、互いに競うように、ウクライナへ向かって、勢力を拡大していくことになる。これまで40ほどの遺跡が発見されている。 これらには、防類や看護などといった、防御のための工夫が全く見られない、開けた集落もある。住居は初期には、半地下式であったが、後には、地上式となった。大きな墓地もあり、火葬が習慣で、初期は直接穴に埋めていたようだが、後には骨壺を用いるのが一般化した。亡くなった人が生前に愛用していたと思われる武器も、一緒に埋葬されていることがある。 装飾品には、狼、グリフィン、結婚式、おすやぎ、騎士像などが成功に彫られており、これらの象徴物は意味が互いに関連していることから、各地の部族それぞれの歴史を説明していると推測されている。5世紀に入ると、プシェボルスク文化は、ウクライナやベラルーシの方面からやってきた、類似の文化という語をプラハ・コルチャク文化へと移行する。 東方で何らかの政治的な大変動が、この直前の時代に起こった推測される。JP、マレリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インド、ヨーロピアン・カルチャー、フィッツロイ・ディアボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997。ありがとうございます。